おお、いい感じや。いい感じ。おお。ではさあ、トミー行きましょうか。はい。ちょっといい感じになってきてますんでね。よいしょ。まああんまりね、ボートなんでね、それほど飛ばさなくてもね、すぐ目の前がもう真下がねポイントになるんですけどね。ちょっとまあペギングなんで、しゃくり持ってしゃくり持っての釣りになりますんで、だいたいここで水深が10メートルから17メートルぐらいまでちょっと押していくようなポイントだっていうことで船長に教えてもらいましたね。まあ当然ポイントガイドをすると水深とかもどんどん変わってきますんでね、その都度船長に聞いて行かれるとね、的確に取っていけると思いますんで、いいと思います。で朝一なんでね、まだちょっとね日がね、まだ差しては来てないんですけれども、まあここのちょっとね今日陰になってるところですけども、ちょうど潮がねこの後ろからのねちょっとこう軽いワンドみたいになってるポイントになってるんですけども、こういうところはね潮がやっぱり寄れやすいポイントになりますんでね、アオリイカもちょうどここのところで溜まるようないいすごい絶好のねポイントになってますね。かなり面白そうですね。着きましたね。ここでね大きく2、3回ね持ってやって、初めはね二段しゃくりとかね、まあしゃくり方とかで探っていかれるとねいいと思います。いきなりねコンビネーションなんとかしてやるとね派手すぎてこう逃げてしまったりとか警戒したりすることもありますし、まずはねごく無難なね二段しゃくりやスラッグジャーブで探りを入れていくことがいいと思います。どうしてもね大かっぱりと違ってあれなのはやっぱり足場が安定してないということと、ボートがやっぱりね潮に流されたりということでラインがたるんだり引っ張られたりっていうことがありますね。その時でね状況をこう捉えてもらってラインを送っていくのかラインを巻いていくのか、そういうようなこともしながらねポイントをこう探っていかれる方がいいですよ。